東京都知事候補者 NHK から国民を守る党中江智也32歳 NHK をぶっ壊す党員 NHK 受信料の不払いを進める立花隆史に賛同し活動を展開二重国籍なしでは中江智也さんの政見放送です NHK をぶっ壊すでおなじみの立花隆史が代表を務める NHK から国民を守る党の中江智也です。皆さんがお住まいの町にも大きな選挙掲示板が立ってますよね。候補者のポスターが貼られているあの掲示板です。掲示板を注意して見ていただくとずらっと同じポスターが貼られている掲示板もあれば何も貼られていないスペースがある掲示板もあります。 何も貼られていない掲示板がお近くにある方はチャンスです。何も貼られていないスペースは私たち NHK から国民を守る党の候補者たちのスペースですが私たちは今回立候補しない皆様にも東京都知事選挙に積極的に参加していただきたいという思いからこの掲示板スペースを広く開放しています。詳しくはインターネットで NHK から国民を守る党のホームページを検索してみてください。なぜこのような取り組みを行っているかと申しますと、根底には現在の選挙制度に対する不満があります。2016年に成人年齢の引き下げで18歳から選挙に投票ができるようになりました。それにもかかわらず、今回の東京都知事選挙では立候補については、 30歳以上でなければ立候補ができません。都知事選という大変注目される選挙に長期的視点を持った若者の声が投票という形でしか表現できないことは東京都政にとっても大きな損失だと考えます。そして若者にとどまらずお仕事の都合やご家族からの反対で立候補はしたいけれどできないという方も 多くいいらっしゃると思いますせめてポスター掲示板を使ってご自身の意見をぜひともアピールしてほしいとわれわれは考えています同時にインターネットが普及した現代においていつまでも多額の費用と労力をかけてこの掲示板を都内に1万4千箇所も設置するのはばかばかしいと声を大にして訴えたいです バカバカしいといえば NHK の受信料の支払いも一緒です。NHK に受信料を支払っている方は現在78%と言われています。逆に考えると支払っていない方が22%もいるということです。今回難しい話は端折りますが NHK は愚直に受信料を支払っている人たちにこの不払い分を押し付けていると言っても過言ではありません。 もし NHK が受信料を不払いしている国民全員に裁判をしようとしたら5万年以上かかる計算になります。それほど多くの方が受信料を支払っておりません。そんな NHK をぶっ壊したいと考えているのが私たち NHK から国民を守る党です。情報取得の手段も多様になった現代において NHK がなければ生活できないなどということはありません。 現にテレビを持たない世帯も年々増えています。それにもかかわらず、放送電波を一方的に送りつけ、スマホからも受信料を徴収し、視聴しない人たちにも受信料を請求してくる NHK に、このまま支払いを続けることはバカバカしいと思いませんか受信料を支払っていない方の分まで負担させられていることもバカバカしいと思いませんか NHK 職員の平均給料は1500万円。渋谷区の一等地に建設中の大きな NHK の新しいオフィスも皆さんが支払った受信料が原資となっています。今年、国会では NHK 会長の目の前で国会議員が10万円以上の受信料を滞納、つまり不払いをしていることを公言しました。ですが、その国会議員に対し NHK は ノーリアクションです。国会議員すらも受信料を支払っていないのに、それでもあなたは NHK に受信料を支払い続けますか立花隆史はこう表現します。NHK に受信料を支払う人は馬鹿であると。異論がある方はインターネットで NHK から国民を守る党のホームページを検索してみてください。以上。 昼間は法律事務所で勤務し、夜は新宿歌舞伎町で水商売をやって生計を立てています。中江智也がお送りいたしました。東京都知事候補者 NHK から国民を守る党、中江智也さんの放送でした。